カナダ大山猫は、哺乳孔食肉目猫か大山猫族に分類される食肉類。大山猫とは近縁で同一種とみなす専門家もいるが、本種には大山猫よりむしろボブキャットに近い特徴も存在する。ボブキャットとは生息域が一部重なるが、本種の方がより大型である。アメリカ合衆国北部アラスカ州、カナダ、コロラド州に再導入。 東道町67から110センチメートル。おなが5から17センチメートル。体重7から17キログラム。大山猫と形態的によく似ているが、やや小型である。オスはメスより体が大きい。シルバーがかった茶色の毛皮に黒みがかった反転を持つ。左襟のような首毛を持ち、耳の先端には黒い防毛,毛がある。交際は黄土色から、 黄緑色で、動向は円形に収縮する。4月から5月と10月から11月に会議する。夏毛は、冬毛に比べて短く、赤みがかった茶色になる。足裏は、体毛で覆われる。体毛で覆われた足裏や、短い尾は寒冷地への適応と考えられている。長い足と深い毛に覆われた足は、深い雪の中を歩き回るのに適している。カナダオヤマネコの分類については、 この種を、リンクスカナデンシスとするか、フェリスカナデンシスとするか、さらに言うなら、大山猫族の4種は独自の族に分類されるべきか、猫族の亜族に分類されるべきか、という議論がなされている。現在では独自の大山猫族に分類する方法が、受け入れられている。以下の亜種の分類は、ワゼンクラフトラボイアルに従う。分布は、IUCNSSC キャットスペシャリストグループに、 従うが、IUCNSSC キャットスペシャリストグループでは、これらの足を認めていない。リンクスカナデンシスカナデンシスケル、1792、カナダ本土リンクスカナデンシスマラピーロスストーン、1900アラスカ州、リンクスカナデンシスサブセルイニスブナックス、1897ニューファンドランドとニューファンドランドリンクスと、呼ばれている。漢字級詐欺がいないとき、 カリブーの子供を襲うことで知られる。新葉樹林や低木林に生息する。単独で生活する。夜行性で、昼間は、藪の中や、岩陰などで休む。広い縄張りを持つ。地表性傾向が強いが、木登りや泳ぐこともできる。南や南西に面した斜面に巣を作ることが多い。主に漢字ウサギリーパスアメリコネスを食べるが、月詩類。 ヘラジカトナカイなどの動物の死骸も食べる。ノウサギなどのゲッハ類に加え昆虫、ネズミ、リス、鳥類も捕食する。このため約10年のスパンで個体数が減少するカンジキウサギに合わせて本種の個体数も激減する。ハドソン湾社とカナダ政府にこれについての1730年代からの記録が残っている。グラフには 特徴的で顕著な増減が繰り返し記録されており、ピーク時の生息数と最低時では10倍ほどの差がある。ピークからそこまでは約5年かかり、その後すぐに生息数は増加し始める。繁殖様式は体制。繁殖期は3から5月で、妊娠期間は9週間。1回に1から6匹の幼獣を産む。野生では最大8頭の幼獣を産んだ例がある。 若い個体が生き延びられるかどうかは、縄張り中に獲物となる生物がどれだけいるかにかかっている。幼獣は生後10日で海岸し、生後約6から8週間で採除を行う。生後8から10ヶ月で生獣の肥毛に生え変わる。生後10から17ヶ月で独立する。メスは子供が離乳し自力で獲物を探すようになるまで育て上げる。寿命は野生で、 最長16年、森林伐採による生息地の破壊、交通事故、罠による混濁、雇用手との競合などによる影響が懸念されている。1977年にネコ科単位でワシントン条約付属書2に掲載されている。日本ではリュンクス属単位で特定動物に指定されている。カナダ、アラスカの森林に生息する。 またアメリカ合衆国モンタナ州、アイガホ州、ワシントン州にも数多く生息し、イエローストーン県生態系の中心であるイエローストーン国立公園の中にもその姿を見ることができる。ユタ州、ミネソタ州、ニューイングランドでは稀にしか見ることができない。アメリカ合衆国の大陸中部の48州では、米国魚類野生生物局によって絶滅危惧種に指定されており、 コロラド州では1999年から本州の再導入が取り組まれていた。そして2003年には野生で生まれた最初の子供が確認され、再導入は成功を収めつつある。ありがとうございます。